リードしたとて殻にこもるようなサッカーをしたつもりは全くないし、時間を稼ぎをしたシーンも一つもなかったと思うんですよね。そういう意味では自分たちが何を目指すんだっていうのを、やりきろうとした選手を本当に、称えたいと思うし、これを続けることこそがこのチームの勝ち手につながるということを、まあ、続けさせたいなというふうに思います。見に来てくださった方がどう見えたかは分からないですけども、少なくとも我々の試合の入りのところ、後半も含めて、我々がリードしているかどうかというのを思わせないようなアグレッシブさというのは見せられたんじゃないかなというふうに思ってます。ただ、J1 の中で、走行距離が一番だったっていうのは、ある意味我々が先ほど言った、J1 の出場実績の日数は、おそらくもう群を抜いて低いチームが、それが一番でなきゃどうするんだっていう思いが一つあるのと、もう一つは決定的なシーンを見ると、あ、これ決まったなと思って横で見てるんですよ。そうじゃなくて、決定的なシーンを超決定的にするのは、あと1人あと2人走んなきゃいけないんですよ。で、それができれば、我々がこの前の試合が125キロぐらいだったのかな、それがチームトータルで128キロになって、その300メーターっていうのが、その決定的なチャンスでもう1人2人絡む、そういう状況を作っていけば、おそらく超決定機がもっと増えるので、我々はそこに対しては足りなかったと思ってるし、もちろんいい守備からしていい攻撃がスタートできた、この感覚っていうのを大事にしながら、何が足りなかったかって、この選手が正確性がなかったんじゃなくて、最後のシュートに対するサポートがあと1人2人、あと5メーター10メーター足りないと、ここを突き詰めていきたいなと。そうすれば勝てるっていうのも選手も少し感じられた試合ができたのかなというふうに思います。実際にはほぼほぼイメージ通りでした。というのは、これ誤解を恐れずに言いますと、マリノスは ACL で120分戦ってるんですよ。なのでアグレッシブさで我々が負けるはずがないと思ってました。我々が仕掛けないといけない試合だったし、仕掛ければああいう展開になるんだろうなと思ってたので、これマリノスさんが4日前に試合をしてなかったら、果たしてああいう展開になったかどうかは分からないです。僕はこのチームが、我々がやってきたこととマリノスのコンディションを考えたら、あれぐらい押さなきゃ嘘だなと思ってました、むしろ。で、もう一つの予想は、だからといってチャンスの数だけ得点が重なるかっていうと、そうではない、そこまで甘くないっていうことも思ってたので、そこはネガティブな計算通りのところですね。なので、やはりここは足りてないんだなと、やり続けなきゃいけないなと。決定力っていうのはオンザボールの選手だけじゃなくて、オフザボールのところも含めた、もう一歩のハードワークのところ、もう一歩の勘どころ、鍵分けるところっていうのを、これはやらなきゃいけないというのも、大枠で言えば、予想の範囲の中ですね。なので、大事なのは、これを手応えをつかめる試合を続けることと、もう一つは結果という形で選手に自信を持たせてあげることと、いうことなので、これは内容が伴わないと、僕らが目指すべきは内容なので、結果っていうのは最後どこまでベストを尽くしたかによって、講師において、そこはご褒美として得られるものだと思うので、とにかく
自分たちがやろうとしたことを、やり続けるっていうことですかね。だからこの前の試合で言えば前半のような圧倒したシーンを60分までやった試合を80分までやった試合を終了の星するまでというふうに、そこは少しずつ伸ばしていくことが大事かなというふうに思います。まあ誰しも見たくないシーンですけども、どこからスタートしているかというところを含めて、ディテールのところは確認はしました。まあ後半がちょっとペースがこう握られたみたいな印象があるんですけども、まあ我々の左サイドのあのポジションミスとかちょっとした立ち位置のところで、まあ一つがオフサイドになったと、でもう一つがあの逆サイドのおそらくウイングがこうスライディングでこうしてきたんだけども、まあ届かなかったっていうシーンが2つともすごくシンプルな理由なんですよね。であの印象が強いんですけど、80分ぐらいまでは我々にも2点目取れるチャンスがありましたし、あの2シーン以外で完全に崩されたかっていうと実はほとんど崩されてないんですよ。なのでなぜああいうシーンに至ったのかと、いうことと、最後のクローズのところのプレーの一つ一つというか判断のところを含めて、そこはまあ J1 で勝ち点3を取るということはこういうことだということを、まあみんなで、いい学びができたかなというふうに思います。我々は相手陣でサッカーをやるというのは、まあ常に言ってるのはピンチキックのようにボールを蹴ってれたらプレッシャー全部いけるはずがないし、相手陣でサッカーをやるには相手陣でプレッシャーをかけて奪うということと、もう一つ相手陣でボールをつなぐということなんですよね。この2つの時間が長くないと難しくなると。ただ、相手陣でつなぐっていうのはそれが目的になってしまうと、おそらくショートカウンターがなくなってしまうので、相手にとって怖さがないので、ショートカウンターができないときにはいかに相手陣で相手を揺さぶるかというところの、まあ、この2つを目指してるんですけども、ボールを奪ってからのつなぎのところは、まあ、我々にとっては一つの課題だと思います。その例えば試合の入りであれば大枠でどういうプレーをしようとか、試合の終盤にどういう守備をしようっていうのはこうみんなで、大枠は掴んでいるつもりですけど、ただサッカーというのは同じ場面が二度とないので、そこはコントロールできたでしょうと、クリアしなくてよかったでしょうっていうのは、まあざっくり言うと1人1回ぐらいあったと思います。でそれが1人1回か、改善できればチームとしては10回クリアじゃなくてパスにできたシーンがあるんですよね。それだけでゲームの様相は全然違うので、そこは全部つなげって言ってるわけではなくて、ああ自分のあのプレーっていうのはひょっとしたらヘディングをパスにできたんじゃないかな、クリアをコントロールできたんじゃないかなっていうのは、これはもうレベルを上げていくしかないので、その状況判断とか技術の自信とか、声でプレッシャーがかかっているかどうか助けてあげるとか、そういうところで、我々がボールを持つ時間っていうのをもっとみんなで手助けできるチームになりたいなというふうに思います。まあ、日々のやれてることしかスタジアムのピッチではできないので、まあ、日々の一つのパスであったり一つのシュートに、まあ、意識を持ってやることだと思います。で、もう一つは、まあ、2回チャンス持ったら1点取りますよっていう選手がいるんであれば、その選手は高額の年俸をもらってるでしょうし、その選手はおそらく海外から来てたり海外から戻ってきたり、そういう選手なんですよ。で我々は、成長過程の選手たちなんで、何を目指すかっていうと、その回数を多くすることです。2回のチャンスで必ず1回木村選手がいないんであれば、我々は10回作ればいい話であって、
チームとしてはそれをしっかり取り組みたいというふうに思います。これはもう毎試合我々はそうなんですけれども、まあ、やれたこと目指しているものに対して、何がやれて何が足りなかったかというのはこれはもう結果に関わらず常にやってきているので、まあそれでも、まあ、選手は手応えをつかんだ部分もあるしでも勝ち点ゼロに終わったという現実もあるので、まあ、そこはみんながそのフォワードからディフェンスまで全員が、まあ、キーパー含めて、ね、共有できるミーティングにしました。まあ、僕らがすごく意識しているのは日々の、トレーニングのクオリティなんですよね。で、ほぼほぼ毎日やるのは何かっていうとウォームアップなんですよ。ウォームアップをやらないでトレーニングをする日っていうのはないので、なのでウォームアップを兼ねたボールを扱うものに関してのクオリティが上がればイコールそれは日々のトレーニングのクオリティが上がるっていうことですよね。で、トレーニングの2つ目3つ目4つ目っていうのはこれは日々によって違うしゲームからの逆算の日数によっても負荷が違うんですけど、ウォームアップを兼ねるものっていうのは、年間で分からないですけど200日練習をするんであれば200日ともウォームアップをやるわけで、そこからの技術のを意識するとか、方向を意識するとかいうところは我々はすごくこだわってます。で、そこを選手にアプローチするように今年はしてます。まあ当たり前ですけど選手は、まあ約5万人入るっていうふうに聞いてますけどの完全アウェーっていうのはまあほとんどが経験したことないし、最初のメンバー表を来てくださるメディアの方メンバー表を見たら分かると思うんですけど J1 の通算出場試合っていうのが数字に載ってますよね。まあ驚くほど低いですよね。ベルティは、まあ、他の相手チームの一人の出場試合よりも全員足した方が少ないような状況なので当たり前ですけどそれは初めての経験になると思います。今日選手にもちょっと言いましたけどもこういう空気になるぞと。で、それをまあエネルギーに変えられる選手もいれば圧力と感じる選手もいるでしょうけど、まあそれをも含めて、J リーグのホームアンドアウェーなので、まあ自分たちはそれを、しっかりとエネルギーに変えられるようにプレーに集中できるように挑ませたいですし、まあアウェーにもベルディのサポーター来てくださると思うんで、まあ彼らの声をしっかり背負って、まあとにかく我々らしく、プレーを変えずにゲームの入りからしっかりやりたいなとやらせたいなというふうに思います。どんな環境であれ、まあ、我々が目指すものだったら同じなので、とにかく、不動の姿勢を見せたいと思いますし、まあこの前の試合で言えば内容はすごく手応えがあると、ただ我々はたかたか1試合なので一回、手応えのある内容の試合をやったって別に浮かれることもなく、それが結果につながらなかったとしても別にそれでネガティブに特別なることもなく、淡々と自分たちのやるべきものを目指していくというか、それがリーグ戦というのは最終的に結果につながると思うので、まあ内容がまあたとえ良くなかったとしても勝ち点でね救われてそれが自信になる部分もありますけども、結果にこだわれって言えばそれを100回言えば結果が出るんだったらそれどの監督も言ってるわけで、大事なのは自分たちの目指すものっていうのをしっかりとみんなが、腹を据えてというかやり続けることだと思うので、まあとにかくキックオフからそれを出せるような送り出し方をしたいなというふうに